鯉がいっぱいいるね。すごいね。パンあげたいの。でも今ないから。ほら見て。パンじゃないじゃん。葉っぱじゃん。今日何描くの絵日記は。小田原のうんこ。前も二度と来ます。もうあなたとは二度と来ます。ジジだけとか。あ、すげえ。カモメ来た。カモメが鯉食べちゃうかも。どうする？逆に鯉に食べられちゃうかもしれないわ、カモメが。見て、これハスのね、池。一覧だからね、これ。あ、見て、これ。種が見て、花が巨大でしょ、これ。これも咲くからね、また。鯉もね、だってずっと泳いでなんか餌待ってるから、ね、白いのもいる。よし、あれな、ちょっと行くよ。ちょっとまた雨が降ってきそうかな。ママ、おはよう。はい、帰ってよ。ママ、おはよう。え？さっき邪魔したから。もう一回やるの？いいよ。あ、じいじ反対側でやって。はい、じいじ反対側でやって、こっちで。こっちはどうなの？あ、こっちめっちゃカモメいるじゃん。何？2匹いるじゃん、カモメちゃん。雨降ってきてる。やべえ、はい、行くぞ。行くぞ行くぞ。ちょっと屋根があるようなとこ行くよ。忍者村に行きたい。んで、時間が合えばね。あ、予約しないといけないから、忍者村。忍者村。そう。時間が合えばね、OK だけど。はい、これ見て。今日行きたいとこはどこだ？忍者村。天守閣はもういいんじゃない？前回行ったから。もう一回行って。忍者村。まあ、品探そう、忍者村。はい、これ、小田原城の今日のね、内容。あ、またこう、ここまでやっぱ入れるじゃん。あ、無理だ。ん？いいじゃん。だって、あ、いっぱいあるじゃん。すみちゃん、ほら、いっぱいあるよ。いっぱいある、いっぱいある。ほら、もう、アジサイが枯れてるね。アジサイもう、夏だからさ。ちょっとこっちの、さっきの入れるとこ入ろうか。もう一回ちょっと探索してみよう。なかなか小田原城も、それしもう二度と来ないかもよ。でしょ？よし、こっからここのね、お城の中ね。ここも特別公開やってるから行ってみましょう。